はつら。今回はグノーシアというゲームをやっていきたいと思います。なんかね、スイッチのゲームなんだけど、 SF 人狼 RPG みたいな感じで書いてありましたね。やっていきましょう。あなたの名前、性別、能力値、好きな色を入力してください。性別は汎用あるんだね。あ、漢字できるんだ。フルネームの方がいいのかな。名前だけでいいか。能力値どこまで入れるの？ああ、ご振りができるんだ。全部いじれたらさすがにやめようと思ったけど。何？カリスマが高いほどみんながあなたの発言に感化され、同じ意見や行動を取るようになります。直感が高いほど相手の嘘や不審な行動に気づくことができます。ロジックが高いほどみんなを論理的に説得しやすくなります。可愛げが高いほどみんなに好かれやすく、投票で利益投されることは少なくなります。演技力が高いほどあなたの嘘が見破られにくくなり、意見を効果的に伝えられるようになります。これは人狼的な狼側に便利なあれだね。ステルスが高いほどあなたの行動にみんなが敵意や脅威を感じにくくなり、グノーシアに襲われにくくなります。グノーシアっていうのがまあタイトルなわけだけど、グノーシアっていうのが要は人狼でいう狼的な感じなのかな。人狼でいう人狼的な。難しいね。ステルスでもありたいな。同じ意見や行動か。不審な行動に気づきたい。私はそういうの苦手だから。で、可愛いに振っとく。可愛げとロジックに振っとこう。好きな色はまあこんな感じの赤ですね。じゃあ入力完了ということで、はい、行きましょう。あ、なになになに、グノーシアの夜5000確認された場合上位のレベル、早い、読めなかった。わかった、わかんないのと、私の場所悪いね、これ逆の方がいいか。ちょっとね、背景がどっか行っちゃってさ、これでいいかな。とりあえずね、ツイッターのヘッダーにしてるやつ使ってるんだけど、後ろになんか私の 3D モデル映ってるのは気にしないでほしい。分かった。分かんないですね。分かんないです。A ボタンに進みます。発言ができる場合、X ボタンで内容を選びます。発言する。分かんない。全然分からないと返事をした。だろうね。こんな旧式の速成学習じゃ、言葉が通じるようになっただけでも一歩前進かな。さ、そろそろ行かないと。起きられる？ちょっと私の向きが変わるから。ちょっと待って。よし、これでいいかな。問題ないみたいだね。じゃあメインコンスプロ室に行こう。そこでみんな話し合ってるから。何を？まだ何もわからないかもしれないけど、そのうち慣れるよ。気を楽にね。そうだ、一応聞いておくけど、シノ、人類はこの宇宙から消滅すべきだと思う？なんで？そんなことはないと思うけど。そうは思わないと答えた。だったら気をつけておいて。これから会う3人のうち1人は人間じゃないから。じゃあ3人、私とこの子せっちゃんと残り3人で5人のうち1人が人間じゃないと。大丈夫だよ。おそらく今日は切り抜けられる。さあ少し急ごう。
いきなり人間じゃなさそうなの来たけど。お疲れ様、セツ。シナの記憶戻った？ターゲットっていうのが出てるね。これは多分話してるターゲットだろうね。いや、ここの医療ポットでは無理みたいだ。じゃあ手がかりゼロってこと？あ、この子がなんかね、なんだろう、ソフトのダウンロードで買ったんだけどね、ソフトの画面にいた子だった。やれやれ、さっきから言っているじゃないか。何も覚えていないなんて、怪しいことこの上ないだろ。ほぼ間違いなく、シノはこそ軍の使者さ。うまく人間になりようしたつもりだろうが、残念だったね。疑われているようだ。人間ではないと思われている？いや、逆に考えてみてほしい。この状況で記憶喪失だなんて、それこそ怪しすぎるし目立ちすぎる。捕食者の擬態としては不自然だと思わないか？それに私が知る限り、グノーシアを汚染された者が記憶を失ったふりをしたという例はない。シノーが敵なら、もっとうまく周囲に溶け込んでいるはずだ。同意、シノーを疑う必要はないと思う。ありゃ、もう時間ないっすよ。ま、誰がグノーシアかなんて、どうせわかんないんだし、パパッと投票しちゃおうぜ。え、目の前にスクリーンが投影される。この中の誰かを選べばいいのだろうか。いやもう、ごめん、明らかに怪しいのこいつなんだけど。え、でも SQ ちゃんはジナに入れてるんだ。あんまり私たちのことを信用してない。ラキオのことも信用してないけど、別にリセツやジナと同意をしてないっていう感じか。何のつもり？君たち僕が愚弄者だとか本気で思ってるの？救いがたい連中だね、まったく。ラキオ、結果は結果。ふん、言われるまでもないさ。拒否偏見などないんだろう。さっさとコールドスリープルームに行こうじゃないか。しかしこれじゃ僕がくれる早いってだから、何？コールドスリープ室。これで空間転移が終わったら？グノーシアが誰かを襲い、僕が無実の罪をかぶったことがわかるだろうね。ミスミスグノーシアの暗躍を許すなんて歯がゆいことだ。ああ、歯がゆい。ああ、もうラキうるさいな。ああいうとこ凍らせちゃおうぜ。ああ、もうすぐ空間退避の時間だしね。コールドスリープは私が見届けるから、みんなは先に部屋に戻るといいよ。シノ、部屋わかる？あ、そうか。レビ？部屋を、シノを部屋まで案内してあげて。廊下の床がルートを示して光っている。案内に従って歩いていった。自室。この部屋でいいのだろうか。はじめまして、シノ様。当船の議事隊であるレビと申します。皆様の快適な船旅のために案内役を務めさせていただきます。当船は10分後にで空間転移を行います。空間転移時には意識を保つことができませんので、怪我をしないようベッドに横になっておいてくださいね。寝る時間ってこと？それでは失礼いたします。あら、お客様がいらっしゃったようですよ。10分前なのに。シノいる？誰かな？あれ、ドア開いちゃった。なんだ、失礼してっと。やっぱ SQ ちゃん。やっほー、 SQ ちゃんだよ。で、シノは SQ ちゃんのこと覚えてないよね。ひょっとしてあの夜のことも忘れちゃった？どの夜ですか？Lスティックボタンを押し込むとバックログが表示されます。ロジックが高ければ高いほど確認できるログの行数が増えていきます。あー、なるほどね。確認する行数が増えることができるんだ。逆に少ないと全然確認できないってこと？押してみる。Lスティックは、あー、なるほど。ダメだ。これだけしか覚えられない。全然覚えられてないね。発言する。あの夜って？覚えていないと答えた。あ、覚えてないよね。そりゃそうだ。会ったことないもん。おい。ま、それはどうでもいいんだけど。シノさ、いきなりシリアスな場面に放り込まれたわけでしょ？
大丈夫かなって。ついていけてる？あ、ついていけてないね、全然。ついていけてないって答えた。あは、SK ちゃんもついていけてないから大丈夫さ。それにほら、シノには説がいるし。そうそう、その説だけどさ、やけにシノに親切だよね。なんかシノのことよく知ってるみたいな感じだし、確かに。でもさ、シノ、気をつけてね。親切だからって、むやみに信じちゃダメよ。あのね、グノーシャって嘘をついて人を騙したり、取り入ったりするんだって。だからなかなかやっつけらんないらしいんだけど、ひょっとしたら、セツがそのグノーシアかもしれないぜ。空間転移3分前です。シノ様、そろそろベッドに横になってくださいね。おっと、時間切れみたい。なんだったらシノ、一緒に寝ちゃう？グノーシア対策規定上、それは認められません。SQ様、実質に戻ってください。あ、ダメなんすね。チェ、ネビ先生厳しいの。はーい、おとなしく帰りますよ。んじゃしの、生きてたらまた明日ね。空間転移までカウントダウンを開始いたします。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。空間転移完了時にグノーシア反応を検出いたしました。乗員の皆様は何なんて、上申された手続きに従い、グノーシア汚染者を排除してください。繰り返します。空間転移完了時にグノーシア反応を検出いたしました。乗員の皆様は、シノ、そこにいる？ねえ、大丈夫？シノ。シノ。あ、いや、むやみに騒いで悪かったね。うん、無事でよかったよ。ああ、レミの警告が止まったみたいだ。シノも聞いただろ？そう。ラキオはグノーシアに汚染されてはいなかったんだ。エミの言う通り、敵はまだ残っている。まあ、でもさ、あの投票さ、私がジナに入れない限りさ、ラキオになってたんだよね。ともかくメインコンソール室に行こう。全員そこに集合するはずだ。おはよう、お二人さん、また会えたね。 SQ か。ああ、そっか。二人が無事ってことは、あれかな。レビ、ジナの所在を確認して。Lボタンを押し続けると人物一覧を表示します。Rボタンで、乗員やグノーシアの数を確認できます。Lボタン。ああ、はいはいはい。おそらく今、ラキオが眠っていて、ジナが、死んじゃったのかな。Rボタンで、乗員5人が乗車1人。なるほど。船内にジナ様の反応はございません。ログを見る限り、空間転移直後にジナ様の反応が消失しております。おそらくグノーシアにやられちゃった。ジナ、昨日いたあの人だろ。彼女が襲われた。そうだ、ジナはこの宇宙から消されてしまった。エスキュー、シノ、そして私、この3人の中にいる。グノーシア汚染者に襲われてね。やっぱそういう話になっちゃうんだ。ああ、始めようか。私たちが生き残るための話し合いを。 X ボタンで発言できます。 A ボタンで発言せず様子を見ます。誰かが発言を5回行うと投票に移ります。でも自分がグノーシアではないと思うから、さすがに。となると、セツか SQ しかいないわけだけど、まあ、どう考えても SQ ちゃんが怪しいんだけど、逆に説も怪しいよね。昨日の会話からするにも。とりあえず様子を見るか。私の考えは前に言った通り、シノがグノーシア汚染されているとは考えがたい。だから私が疑うべき相手は SQ しかいないんだ。おっと、そうきましたか。SQ ちゃん的には説が怪しいかな。シノを味方にして、これで投票も安心だぜみたいな作戦とか思っちゃったり。私もそう思うんだよね。そう、私は邪魔なんだね。いや、でも説じゃないと思うよ。説の疑いに反論した。いや、正直チュートリアルだと思うから。メタ発言だけど。
嘘をつくのは構わないようですけど、だけどそれは何のための嘘なの？おっと、届きましたか。難しいね。疑うかば、疑う。SQ。疑ってみる？ SQ の疑わしいところを指摘した。今のうちに SQ を排除したいんだ。私の賛成かな。これじゃ分かんないよね、正直。そうね、説とか怪しくない？私が邪魔なんだね。じゃあここらで冷凍庫送りを決めちゃいますか。いや、これ私のさ、あれ次第じゃん。どうすんのこれ、違ってたら。多分 S 級だと思うんだけどな。いや、どうなんだろう。違ってたらさ、1日目でもう速攻終わりでしょ。私向いてないってことだよ。まあいいや、これはしょうがないね。じゃあダメか、いけると思ってたんだけどな。ね、どうせダメなら逃げちゃうのってあり？その場合レビが実力行使に出るだろう。だよね、やっぱ。まあね、おとなしく凍っておくとしますか。 SQ がコールドスリープしました。 SQ のコールドスリープを確認した。これで終わりだね。そう、シノーに受け取ってほしいものがあるんだ。これを持っていって。データ参照が解放されました。データ参照ボタンが表示されているときは Y ボタンで発言記録や乗員の情報が閲覧できます。データ参照、あー、なるほど。仲のいい人説、仲の悪い人なし。あー、これで振り返れるんだ。エンジニア報告、ドクター報告。あー、なるほど、こういうのも見られるんだね。あ、ジナは人間っていうか、まあ地球で生まれたけど、なんか別の星に生まれた子もいるんだね。ゆうちゃんかわいいな、ラキオ。あ、今日生物汎用なんだ。あ、説も汎用なんだ。女の子にしか見えなかったけど。第52基地どこ。なるほどね。疑うな、何か恐れるな、そして知れ、全ては知ることで救われる。私にこれをくれた人がそう言ってたんだ。ずいぶん昔のことだけどね。シノに必要になるだろうと思うから、今のうちに渡しておくよ。あとはそうだな何を話したらいいんだろう。グノシアを全てコールドスリープさせると人間側の勝利です。グノシアの数が全体の半数以上になると人間側の敗北となります。改めて自己紹介しようか。今まで慌ただしくてちゃんと名乗れなかったから。勝利、敗北条件を満たすか、自分が襲われたりコールドスリープされると終了となります。ゲームオーバーってこと。私の名前はセツ、これからよろしくね。勝利条件を満たしました。今回の結果を表示します。言うべきかいなく迷ってたけど、やはり言っておくよ。なになんなんわ、顔すごい。やっぱりスキューちゃんグノシアだったんだ。はい。ループ。ここは？の通り、船内にグノーシア反応を検出された。私たち5人の中に汚染された者がいるんだ。でも SQ ちゃん、グノーシアとかじゃないけど。嘘だ。いやいやいや、待て。あ、で待て。嘘だ。それは嘘だ。SQ こそがグノーシアだと告げた。仲悪くなりそう。え？エスキューちゃん？なんで？ループにより時間が巻き戻りました。そのため誰がグノーシアで誰が乗員か役割が変化しています。はあ、そういうこと？え、ループもってこと？シノ、そこまで言うからには根拠はあるんだろうね。ないの？やれやれ。確かにエスキューは嘘くさい顔してるけどね。それだけでグノーシアだと決めつけるのは酷だろう。嘘くさい顔って言われた。
一つ確認させて。前の寄港地で船から一歩も出なかった人はいる？いないみたいだね。ならば私も含めて全員グノーシアに汚染されている可能性はある。私以外全員グノーシア、そういうこともあり得る？いや、それはない。幸いにしてとは言えないけど、検出された反応は一体分だけだよ。どうすれば？これからどうすればいいかと聞いた。そうだね。船にグノーシアの侵入を許してしまった際の一般的な対処法を取るべきだと思う。知っての通り、グノーシア汚染者は空間飛躍のために一人ずつ人間を襲っていくんだ。だから、空間飛躍までに一人疑わしいものをコールドスリープさせる。そして空間飛躍してもグノーシア反応が残っていたら、また一人コールドスリープさせる。これを繰り返すんだ。間違えたら、グノーシアをコールドスリープさせられなかった場合どうなるかを聞いた。当然誰かが襲われるわけだ。まどろっこしいね。もっと冴えたやり方があるんじゃない？その冴えたやり方を提案するのがグノーシア汚染者だったら、私たちは敵の思惑通りに動くことになる。それにこの方法はグノーシア対策であると同時に、船の自治体レビトの妥協点でもあるんだ。妥協点とは？レビトの妥協点というのはどういうことかと聞いた。グノーシア反応を検出した時点でレビは乗員の生命を維持する義務を喪失している。いや、むしろ乗員ごと、あるいはこの船ごと自爆する義務が生じているんだ。そうだろう、レビ？はい、セツ様のおっしゃる通りです。僕たちを生かすも殺すも撃退したいってわけ？大した非常事態だね、まったく。だから私たちは乗員をコールドスリープさせていくことを条件に、レビに生命維持機能の停止や自爆を猶予してもらう。これはそういう契約なんだ。わかった。状況は理解したと告げた。それではこれから話し合いの上で誰がコールドスリープすべきか投票で決めよう。それでいい？つまり怪しい人を選べばいいってことね。了解っす。今のところダイヤもないしね。まあいいんじゃない？異論はないみたいだね。ではレビ、今言った手続きを認めてくれる？了解いたしました。皆様のご検討になります。次回の空間定員は1時間後です。じゃあ始めようか。グノーシア、敵を見つけ出すんだ。グノーシアとは？グノーシアとは何なのかと質問した。異性一体グノースに触れた人間は汚れて人間ならざる者、グノーシア汚染者となってしまう。そう言われているね。異性一体グノース、その異性体については何も分かんないらしいね。未発見の知的生命体だの、別次元の神にも等しい存在だの、全部ただの仮説でしかない。出だしの、そんなことも知らないとか、君嘘っぽいんだけど。いや、そんなこと言われても困るんだけどな。第一印象から決めてました。ラキオは怪しいっす。君この僕を疑ってるんだ。 SQ の狙いは何？私たちの分断？そんな手に乗るわけにはいかないな。説はラキオの味方なんだ。同感、ラキオを疑う必要はないと思う。ジナもラキオの味方。よそ見よ。間違っていたらごめんなさい。だけど私には説が怪しく見える。いや、今回も説は怪しいのかな。どうなんだろう。そう、私が邪魔なんだね。あ、終わった。誰が敵なのかはまだわからないが、私は SQ を疑うことにしよう。それで何か見えてくるかもしれないからね。おっと、そうきましたか。ちょっと疑っちゃったからかばいますか。 SQ の疑いに反応した。こう言っちゃ悪いけどさ、 SQ ちゃんラキオのこと苦手っていうか、鳥肌が荒れしちゃうのよね。僕を責める正当な理由がないからって人格攻撃？そんなものって動揺するのはよほどの愚か者だけだね。ラキオのことをずっと疑ってるね、レスキューちゃんは。いや、むずいな。正直誰でもいいけど、あまりにラキオを疑いすぎるレスキューちゃんは気になる。え、セツ、ここまでかな。大丈夫さね。また会いましょう。別れを告げよう。空間定員までに少し時間があるようだ。実に戻る前に船内歩き回ってみることにした。それでは私がご案内させていただきますね。娯楽室、こ
こちらでは様々な室内レクリエーションを楽しんでいただけます。ご要望があれば遊具を即時生成することもできますよ。え、何それ。シノ様にはご希望のレクリエーションなどはございますか。何でもおっしゃってくださいね。ゲーム、ビリヤード、三次元チェスって何。え、ゲーム、コンピューターゲームが好きだと答えた。ああ、でしたらこちらのゲームなどいかがでしょう。ボタンがいくつか並んでいる。これはどういうゲームなんだろう。ボタンを押すと脳内に快感物質が放出されます。怖い怖い怖い。ボタンの押し方によって様々な快楽を得られるそうですよ。専門家によるとこれぞ思考のゲームと。それゲームではないのでは。やめておこう。それでは別室に移動しましょうか。他のゲーム気になったな。食堂。こちらの食堂では乗員の皆様にお食事を楽しんでいただけます。シノ様はどのような料理がお好みですか。寿司、ステーキ、ラーメン、ステーキ。ステーキを食べたいと答えた。申し訳ございません、シノ様、当船では取り締め対象品をご提供できかねます。とはいえ今はお食事をなさる時間ございませんね。よろしければ仮想の施設もご案内いたします。廊下のスロープを下っていった。仮想には船内環境維持や生還移動のための施設が集中してあります。当船 DQO の心臓部という受けエリアです。あら、 EVA 準備室にどなたかいらっしゃいますね。ジノだ。誰？グノーシアだ。やばすぎ。ジノに名前をつけた。そう、刹那ならもう眠ったよ。私見届けたから。この宇宙のどっかにいる何かが私たちを狂わせる。別のものに変えてしまう。もし眠らせることに失敗したら、グノーシアがこの船を支配してしまったら、グノーシアは何をするの。おそらくグノーシア汚染体は残っている乗員を消滅させるでしょう。ただし汚染体によっては極度の火薬傾向を示したり、人間を利用して動物的本能を満たすケースもあるようです。自治体の私ですら記録から抹消したくなるような例も残っています。怖いね。大丈夫だ、きっと大丈夫だと言った。何の根拠もないけど。うん。シノ様、ルナ様、空間転移の実感が迫っております。そろそろ実質にお戻りくださいませ。シノ、誰がグノーシアか私わかるかもしれない。明日みんなの前で話すから、おやすみなさい。セツはグノーシアじゃないってこと。ラキオが消滅しました。これは SQ ちゃんかな。ラキオ、ラキオ、ラキオ、私忘れない。ジノの話を聞く。少し話をさせて。私はエンジニアだから、この船で私だけ調査機器を使える。占い師みたいな。だから昨晩の空間転移の時、 SQ の次元波を調べることように設定した。転移のタイミングなら解析できるから。それで分かったよ。 SQ はグノーシア。エンジニアは空間転移のために一人ずつグノーシアか否かを知ることができます。エンジニアは一人しか存在しません。まさかジナがエンジニアだったなんて。で、そんなわけないじゃん。SK ちゃんがエンジニアだもん。ほうほう。レビ、私がエンジニアだって証明できる？それは申し訳ございませんが不可能です。確かに1名分のエンジニア権限申請は受理いたしましたが。それが私だとは言えない。はい、乗員の皆様の個人データが汚染されている可能性がございますので、エンジニア権限とジナ様との紐付けが不可能な状況です。そう、だったらしの、私と SQ、どちらかは偽物だから、あとはあなたが誰を信じるか、それだけ。データ参照からエンジニア報告を確認することができます。 SQ 疑う？ SQ は嘘をついてるから、少なくとも私にとってはそう。まあそうだよね。これはもうどうしようもないよね。誰も何も言わないならもう眠る人を決めればいいと思う。問い始めよっか。まあ SQ かな。うん、まあしょうがないんだけどさ、コールドスリープって美容的にどうなんだろう。ありがとう。私がエンジニアだって信じてくれたから。
自分が生き残ったことより信じてくれたのが嬉しい。もっと感謝しろ。上から目線すぎるでしょ。こちらこそ、こちらこそありがとうと感謝した。うん、じゃあ部屋に戻るから好感度上げていこう。また明日会えるといいね。ちなは嘘をついている。え、直感の能力値が高いと相手の嘘を見抜くことができます。相手の演技力が低いとより見抜きやすくなります。グノーシアだった。嘘だったんだ。敗北したわ。なんで最初に切信だし。マジかよ。ここで負けると思わなかった。だってまだチュートリアルみたいなもんじゃん。はい、これゲームオーバーにはならないのかな。ループするだけ。なるほど。どういう状況なんだ。みんな協力してほしい。誰？おいおい、この船に宇宙人がいるとか。マジかよ、怖え。お前が宇宙人なんだよな。誰？宇宙人というより正しくはグノーシア汚染者ですね。それが2体検知されたと。そして2人増えたのか。ステラ、この2人も話し合いの参加者だろうか。グノーシアも2体らしいが、その2体のうち1体が茂道と。なるほどね。まあそうなってもおかしくないな。お前ラキよ、俺が宇宙人のわけねえだろ。宇宙人だろ、どう見ても宇宙人だと言った。いや、お前見た目で人を判断すんなって。これはあれだ、いろいろあるんよ、いろいろ。茂道、宇宙人じゃないの。逆に残念なんだけど。うん、茂道は残念。その言い方はどうなの。残念だからといってグノーシア汚染者とは限らないだろう。ここは冷静に話し合おう。そうですね、時間は限られています。誰がコールドスリープすべきなのか、皆様の意見をお聞かせください。今回グノーシアが2体潜んでいます。エンジニアが名乗り出てくれれば、その報告はグノーシア発見の手がかりになるでしょう。なんでステラと最初から仲悪いの。嫌いな。惑星ジャン君、シャン君、88歳、宇宙人だよ。26歳女、非公開。なんで嫌われてるの。悲しいな。来人者から決めてました。説が怪しいっす。さあ、私は邪魔なんだね。そんな説にきつく当たるなって。弁護、他の方は弁護かな。説の潔白に1票。僕っていいやつだろ。あはは、そうでもないか。間違っていたらごめんなさい。だけど私にはラッキーが怪しく見える。ラッキーを次男狙うのに私たちもその手に乗るわけにいかないな。おっしゃる通り、ラッキーさんも疑い根拠は薄いですね。難しいねこれ。だって無理、1日目ってどうしようもないじゃん。グノーシアかどうかとか分からんけどさ、ジナってちょい宇宙人っぽくね。お前には言われたくないだろうな。あ、やっぱそう思った。ジナ怪しいよね。ジナを怪しいと思ってる人は2人いる。今のうちにジナを排除したいんだ。私も賛成かな。ジナめっちゃ疑われてるじゃん。あるいはですが、シミツ様はジナ様を疑うことでご自身への疑惑をそらすおつもりではございませんか。そうね、ジナとか怪しくない。今回はジナかな。やらやら気づかないからジナに逆を向けようとするこの流れ自体が作為的だろう。SQ も疑われてる。 SQ、 あ、今間違えた、間違えちゃった連打しちゃった。ジナに言いたかったのに、ごめん。説、おやすみなさい。私みんなの夢を見ると思う。どうなんだろう。先ほどジナさんのコールドスリープを確認いたしました。でも2体いるからもうどうしようもなく1人は食われちゃうんだよね。まだ時間もございますから、他の方とお話して情報収集なさってはいかがでしょうか。それでは船内マップを表示いたします。投票の後、好きな場所に一度だけ移動できます。人と話をして仲良くなれば、あなたのことをより信用してくれるかもしれません。
とさっき間違えて疑っちゃったから行こう。貴重な夜の時間を使って私のところに来たの？意外だけど嬉しいよ、シノ。ステラが消滅しました。ステラ、お前の敵は撃ってやるからな。エンジニアは出てこないのかな。 SQ は味方だよ。少なくとも私はそう思ってる。おお、みんなのラブ確かに受け取ったぜ。昨夜消えたのはステラだったね。ならば疑わ相手は明らかじゃない。重道、君だよ君。なんで？俺怪しいのか？ショックだぜ。いや、重道違うと思うけど。 SQ の味方だよ。はいはい。 SQ めっちゃかばうね。今俺思ったんだけど、シノ全然喋ってないじゃん。おかしいだろ。やべ、気をつけて。シノ、喋りすぎたり黙り込んだりするのは危険なんだ。無駄な疑いを招くことになるから。黙っていたり目立ったりすると疑われます。ステルスの能力値が高いと目立ちにくくなります。え、じゃあ疑う？いや、なんかやたらかばってんの怪しくない？セスの疑わしいところを指摘した。少女もなんだね。今セス疑うのは悪手だね。エレエレだよ。だね、さすがラキオ、説得力半端ないっす。大げさに言う。投票始める。そろそろ投票の時間だ。いや、悪いけどセスに入れるよ。しげみち、悔しい。俺のこと信じてもらえなかったの悔しいな。これをスリープしながら反省タイムだ。わかる、告げよう。処理状況満たした。え、今回は私グノーシア側の勝利だね。珍しいな、私がシノーに勝つなんて。俺やっぱりグノーシアだったじゃん。多分 SQ とセツがグノーシア。グノシア戦車のみが得られる情報や勝利して初めて知ることもある。だからできる限り勝利を目指してはいるんだ。だけど、ああ、はい、グループしたいよ。汚染されている限り逃れられないから。人間を消したいという衝動からはね。怖い怖い。グノシアが上院の半数以上となり、この船で試合しまして結果を予知します。終了後の公開日誌ではみんなの隠された意図や行動を知ることができます。公開日誌はデータ参照から見られます。あー、へー。ステラ、しょっぱなに食われたの？エンジニア。バカかよ。明かしてないのに食うって、グノシア優秀すぎない？うわぁ。難しいね、これ。公開日誌。消された人がしかし、シーメッジ疑っていた。SQ を調べてみよう。ステラを襲うことにした。へえ、SQ やるじゃん。難しい難しい。はい、2体でエンジニアが動かないのはちょっと無理があるよ。なんだ、あ、止まったか。空能者とか物騒れたまらんな。王女を示しも食えやしね。そういや、お前さっき自分がエンジニアとか言ってたろ。なあ、エンジニアって何するんだ。わ、エンジニア役なんだ。まだ上院も慣れてないのに。空能者発見。空能者発見できると説明した。へえ、なんかすごそうだな。まああれだ、とりあえず集合する前に食っちまおうぜ。おっと、へえ、こいつはされちゃいけねえな。何してんの。塩分 1.5% か。これスープ飲み忘れわけにはいかんぞ。ちょっとお腹すいちゃったじゃん。あ、来た来た。もう二人ともそう言って。おお、すまんな。で、ドイツがグノーシアなんだ。それは今から話し合うところだよ。我々の敵グノーシアは2体いる。初日は調べられないんだっけ。そいつらがぶり出すためにもさ、エンジニアはとっとと名乗るべきなんじゃない。この状況でエンジニアが名乗り出れば間違いなくグノーシアに狙われるだろう。強制はできないな。名乗り出ない。
出ないよ。初日は出ないよ。自分もびっくりなことに SQ ちゃんはエンジニアなのです。愚弄者なんてバンバン発見しちゃうぜ。どうするこれ、出るか。他にエンジニアとして名乗り出る方はいらっしゃいませんか。 SQ 様が本物の、あ、これまずいな。偽物のエンジニアが取れました。自分が本物の場合にはこれがまず名乗り出る必要があります。必ず自分が本物のエンジニアであり、 SQ は偽物をつけた。後出しちゃうのもな。でも確実にこれで SQ が愚弄者だってことは分かったね。念のため言っておくけど、父の SQ の片方はまがいものだよ。ま、状況次第では両方まがいものってこともあり得るけどね。確かに SQ 疑う。今 SQ 疑うの、まあエンジニア発言してるからね。様子見ようか。誰ができたのかまだ分からないが、私はラキを疑うことにしよう。ラキはラキをね、確かに不審、確かに妙な感じ。だいぶ疑われてるね、ラキを。ラキは信用できない。ラキオ様に関心を向けるのはいい。え、めっちゃラキオ疑われてるね。弁護しとく。グロシャーかと、ジナ。お前は時間を疑ってるのか。どっちだろうな。あえて疑ってるのかわかんない。まあ、SQ は確実なんだけど、ここはみんなに乗ってるアキオにしとくか。SQ がジナに入れてるな。投票までしてるってことはジナは違うか。救いがたいね。集団自殺する動物のようだね。ああ、僕はいいよ、構わない。たとえ僕には死刑宣告に。に等しいものとしても甘じて受けるよ。むしろ神では管理者だね。ちょっとあの投票しておきながら別れを告げます。シノー様、ステラか。お呼び止めして申し訳ございません。少しお話をさせていただきたくて。シノー様がエンジニアとして名乗り出られたこと、ご立派だと思います。私はシノー様こそ真のエンジニアであるとそう考えております。根拠などございませんが、シノ様とは親しい友人になれる気がいたしますから。ですから、ただ信じてみたいのです。登場人物同士の好感度は時間が巻き戻るたびに変化します。あ、そうなんだ。シノ様は今危うい立場にいらっしゃいます。今回の空間転移で愚弄者を船体に襲われるリスクは高いでしょう。どうして、まあそうでしょうね。どうして襲われるのか理由を聞いた。エンジニアだから。もしシノ様が襲われれば、もう一方のエンジニア SK 様が偽物であることが明らかになります。これはグノーシア側にとっては不利な選択に思えますが、犠牲を承知の上であえてエンジニアという目を奪う、グノーシア側がそのように行動する可能性は低くありません。ですが心配なさらないで、私がきっとシノ様をお守りいたしますから。それでは失礼いたしますね。騎士か、お前。騎士か。どこ行こう。ちょ、疑われてたせっちゃんのとこ行ってみる。あなたが信じられたらいいな。昨夜は誰も襲われませんでした。守られたね。しげみちゃん人間。おっす、みんな無事みたいだな。ってことは SQ か、多分ステラも持ってくれたから SQ とジナか説だね。どうして、グノーシアは空間転移ごとに一人襲うはず。おそらく守護天使様です。え、何それ。上院のランタタカが守護天使となってグノーシアの襲撃を未然に防いでくださったのです。できるの、そんなこと。空間転移に関する特殊権限を所有していれば可能ですね。転移を遅延実行することでグノーシアを襲うべき対象を見失うことになりますから。んー、よくわかんないんだけど、もう誰も消えたりしないから安心ってこと。いえ、遅延転移できる空間は限られておりますので、どなたか一人を守ることしかできないでしょう。それに守護天使様自身を守ることは不可能です。守護天使は自分以外の乗員を一人だけグノーシアの襲撃から守ることができます。守護天使は一人しか存在しません。
おそらく昨晩は今後にもグノーシアが、ね、狙っていた相手を守ることに成功したものと推測されます。ですから、ああ、気を緩めずに引き続きグノーシアを探そう。まずは昨日の調査結果を聞かせてくれないか。エンジニアとして名乗り出ている場合には議論の前に調査結果を報告できます。報告しよう。エンジニアとして茂道を調査したところ、グノーシアではなかったことを報告した。別のターゲットを調査いたしました。説をチェックしました。グノーシア発見ならず、説は白であります。説が黒かな。じゃあステラについて。ステラは守護天使なのかと聞いた。いえ、私は可能性を指摘しただけですから、私自身が守護天使というわけではございません。守護天使の正体を探るのはそう、敵に狙われる恐れがある。そうだね。説、こんな爪痕残した、うるさい軽キャラだっけ。足ですよこれは。ステラかばっとこうか。あんまり、お前は絶対嫌だからな。今はまずおそらくステラを信じるべき状況じゃない。こいつら組んでっからな、ジンの発言してくんねえかな。ちょっと一旦よそ見よう。いや、 SQ はそうなんだけど、どうしようしよう。ステラの狙いは何。こいつらだわ絶対な。あ、ジナがな、ジナかばって交換だけど、こう監視された。ジナを信じるのはもう、まあ、つまんけど、まだ無理だわ。まずいなこれ。私たちに残された時間が限られています。ならコールドスリープさせるか決めましょう。難しい、これは食われるかもしれん。どっち行った方がいいかな。ステラが尖ってんのが SQ だから SQ 行ってこう。よかった。今、説選んでたら、ステラが食われてたね。うん、簡単には決まらないね。それぞれ思惑があるんだから。決戦投票だね。ステラはかばうよ。私は反対。いやいや、むずいなこれ。まずいまずい。え、これ食われる食われる。ほら、皆様が決めたことですもんね。え、これ終わりじゃない。違うかな終わりじゃないのか。しげみち、おっしーの遊びに来てくれて嬉しいぜ。いや、マジで嬉しい。俺泣きそうだ。泣かないで。違った、マジ説人間だった。説私忘れない。え、じゃあもう SQ で終わりじゃん。え、じゃあステラ本当に、ステラかラキオが本当にグノーシアだった説ありますね。まあそりゃそうですけど、ジナはグノーシア。じゃあジナじゃない、っていうかお前しかいないんだわ。待って、カバオ、いやー、信じてくれないか。調べた相手が悪かったかもしれないな、これ。あんまり喋りすぎてもね、いけないからね。茂道かばって、うるさい。ないとは言えない。信じてくれたね。このまま進めよう。いいね。否定しよう。
弁護されたね。これで信じてくれたんじゃないかな。怖い怖い怖い。投票しようか、ジンの助けようか。じゃあもう一度投票戦投票しないといけないな。カバーカバー。いやーちょっと待って、ってか重道ジンナに入れてるんだ。シノが言うのはそうかもしれないな。よし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 、これで信じてくれたはず。え、なんでなんでよ。これちょっとちょい、どうすればいいか一緒に考えようぜ。投票中断。全員冷凍する。誰も冷凍しない。え、全員冷凍しようぜ。こうして全員コールドスリープすることで言うのつきた。全員コールドスリープか。この状況ではやむやんな。賛成多数により全員のコールドスリープが来た。おやすみなさい。私みんなの夢を見ると思う。もう全員だよね。あ、二人ね。まあそれでいいんじゃない。お、勝ったのか。勝ったんだろ。へえ、やったな。何せこれで物事も終わりだよな。やっぱ平和が一番だ。ラキアだったんだ。セツかと思った。ごめんわ。まあ、グノーシア、グノーシアじゃない。エスキアもそうだったんだけど。やっぱステラは仕事転したよね。ラキア初日釣りされたの受けるな、じゃあ。はい。結構長くなっちゃったから、今回はここで、まあ、ちょっと気になるとこだけど、次回に回します。ごめんね、ちょっと長くなっちゃって。次回また会いましょう。バイバイ。